中山香織です。先週のアメリカジョッキークラブカップは2023年初的中できました。よかったもうほっとしました。この動画では中京競馬場で開催するシルクロードステークスの3連複予想をお届けいたします。いや、今回のシルクロードステークスはとにかく難しい。もう金量が51キロから59キロという最大ハンデ差が8キロもあり、トップハンドのウィン・マーベルもスプリンターズステークス2着だったとはいえ、そこまでずば抜けて重賞でも強いという印象がない馬なので、印を押すのにかなり悩みました。おそらく今年のシルクロードステークスはかなりの波乱も見込めると判断して、本命に選んだのがグルービットです。2019年の中京記念優勝以降約3年半勝ち星から遠ざかっておりましたが、前走のタンザネットステークスで見事な復活劇で優勝し、コンディションを戻しつつあるレース内容を評価しました。これまでに中京記念優勝、ファルコンステークス2着、KO 杯スプリングカップ3着など重賞戦線でも活躍していた実績があるように、本来の実力を発揮すれば重賞クラスでも通用するだけの力を持ち合わせていると言えそうです。今回は 58.5 キロという筋量になることで人気も大きく落としそうですが、500キロという恵まれた馬体を考えると前走から2キロ増であればなんとかカバーしてくれると判断しました。鞍上にも岩田康成騎手が予定されており、2勝、着外1回という安定した成績を残すジョッキーという点もプラス材料となりそうです。今回は先週も万馬券を呼び込んでくれた岩田康成騎手とコンディションが上向きになってきたグルービットのコンビに本命を打ちたいと思います。今回は3連複一等軸流しの軸馬にグルービットから、相手に選んだのがナムラクレア、東進マカオ、マッドクール、ウィン・マーベル、シャイン・ガーネット、ギルロード、マリアーズハート、以上の7頭に流した3連複21点で勝負したいと思います。2月より競馬カフェの掲示板にてコメントスペースが復活いたしますので、皆様からの会員登録とご来場をお待ちしております。中山香織でした。